アメリカ産のゼで開催されたアニメコンベンションファンアメイキン2012で石渡大輔はアークシステムワークス所属のコンピューターゲーム開発者キャラクターデザイナーでミュージシャン南アフリカ共和国ヨハネスブルグ生まれアミューズメントメディア総合学院ゲームクリエイター学科卒総合格闘家石渡慎太郎はいとこ、アークシステムワークスから発売されている格闘ゲーム ギルティギアシリーズの生みの親でもある。同作においては、ディレクター業のみならず、キャラクターデザインを含めた、半見物名にイラストや BGM 作曲、主人公ソルト、正規手段ソルの声の担当など、作品の多くの要素を構成する制作を行っている。ロック好きなことから、ロックバンドの名前や曲名を、ギルティギアシリーズのキャラクターや、 作中固有名詞の名前のヒントにしている。シリーズではアーケード版の制作にのみ関わり、コンシューマーの制作にはノータッチである。2007年8月にはイソッチの週刊シャキシャキにてゲスト出演を果たす。11月22日にはインプレス TV にてゲスト出演する。森とし道に譜面を教えてあげたと書籍内のインタビューにおいて語っている。 ありがとうございます。